UBI ソフトのプレイステーションビータ用ソフトレイマンレジェンドを紹介します。紹介してくれるのは皆さんご存知 UBI ソフトのチャーリーさんです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。チャーリーです。ご無沙汰です。ご無沙汰って先週も出てんやん。いやすごい長く感じるよねっていう、ね、毎日いたい、ここに毎日いたい言うの毎日放送してないから、ね、毎日放送してほしい、まあね、まあでも皆さん出産おめでとうってね取ったってことが言いたいのか。結婚すぎて出産まで行っちゃったのかな。行っちゃったみたいですね。次どこ行くんでしょうね。どういうこと、何ですか。何コメントあそこにいっぱい、なんかファックスもね、なんかファックスね、出てます。ほら出産っつって、ほらおめでとうって、太ったってことが言いたいってこと、うん、それはどういうこと、なんでしょう、ね、え出産だいぶイラストも太ってますけどねなんかこうすごいな、でも可愛いね、うん、可愛いですか。ビジネスチャンスですね、これもね、ビジネスチャンス、ね、としてね見えてないけど、ちゃんちゃん、もう視聴者が送ってきてくれたものをコンテンツ化しちゃう、まあ、はい、ね、まあ、ということで、はい、じゃあ早速ですけど、はい、もう紹介の方してください。ちょっとあんまり時間ないんでね、ちゃっちゃと、ね、うん、紹介しなきゃいけないんで、はい、これ来週発売のレイマンレジェンドと言いまして、はい、去年かな、ここにありますレイマンオリジンというゲームが発売したんですけれども、 2D のアクションゲームなんですけど、今回このレイマンレジェンドはオリジンの、まあ、新作ですね、次回作といいますか、はいはい、なんですけど、まあ、レジェンドにオリジンの面が全部入っちゃってるっていうね、丸ごと入っちゃってる。ちょっとゲーム画面にしてくれます？あ、見えますかね、ね、ここかな、はい、来ました来ました、はい、これが、はい、このメニューっていうか、これがオリジンね、はいはい、この中に入ればオリジンの、うん、面は全部、ステージは全部できます。らららららなんですけど、まあ行かないということで、そうなんです、クンフッ、そう、あのカンフーフットですね。カンフーフット、はい、なんかあの2人で一緒にやるサッカーのゲームなんですけど、はいはい、そういう映画ありましたね、はい、カンフーサッカー とか、まあ、一応あのタッチパネル使った、はいはい、あのチャレンジがあったりとか、オンラインでも毎回毎回こういろんなお題が出て、うん、それをまあリーダーボードであのみんなと競い合うっていうチャレンジがあったりとか、はい、あとはここでもキャラクターの今あの主人公のレイマンというものを使ってるんですけれども、うん、その他にもいろんなヒーローをあのアンロックすることができて、見た目のスキンを変えることができて、はい、なんかあのスプリンターセルっぽいやつとか、へ、はい、うちの、まあ、自社のなんかプリンスオブペルシャっぽいものが入ってたりとか、うん、まあ、そういうものも、まあ、見た目が変わるだけで何も性能は変わらないんですけど、でこの辺が、一応ステージですかね、レイマンレジェンドのステージになります。ということは結局ステージ数としてはどれぐらいなの。80以上ありますね。はい、まあ、いきますね、ちょっと、はい、まあちょっといろいろ説明したいんですけど、はい、もう時間がないということで、うん、ちょっとですねこんな感じで説明を できればいいと思うんですけど、はい、これちょっともうある程度アンロックしちゃってるんですけど、はい、実際はここにこうなんかあのイーゼルにこう面が、うん、各ステージがあるし、うん、このちっちゃいイーゼルは、うん、あの隠し面ですね、はい、ちょっとある場所に行くとこういうものが見つけられて、うん、1回まあここのメインのステージをクリアするとこれが出てくると、うん、でこれまたクリアすることによってなんか下にいっぱいなんか青いのがいっぱいいるんですけど、はい、でこれをまあいろいろ集めていくといろんなまああのポイントがもらえて、まあ、いろいろお得なことがありますよ、ね、ゲームの中でなんですけど、ということでちょっとこの辺をやっていきたいなと思っております。はい、はい、ワールド、はい、1位ですね、一番最初の頃なので、まあ、そんなに難しくはないんですけれども、はい、結構やりごたえがあります。動き出した機器、そうですね、で基本は、まあ、スティックで動かしていただくんですけれども、はい、アールボタンを押していただくとこうやってこうなんかちょっと走りそうな感じになって、普通だとこんな感じなんですけど走ると超速くなるんですよ、ね、で×ボタンで攻撃をすると、で丸ボタンでジャンプで、こうやってこう普通にいろいろ進んでいく。で先週で見てくださった方いらっしゃるかと思うんですけれども、あのチャイルド・オブ・ライトって、うん、あの、はい、2D の RPG のゲームがあったんですが、はいはい、それがですね、あの UBI のアートフレームワークというエンジンを使って 2D の、まあ、この水彩画の綺麗な絵を表現するためのあのエンジンなんですね。でそれが作られた、何のために作られたかってところ、レイマンオリジンのためにあの作ったエンジンなんですね。でせっかくだったらこれいっぱい活用した方がいいじゃんっていうことで、まあ、チャイルド・オブ・ライトであるとか、あの、まあ、今後出てくるタイトルもあるんですけれども、そういうものが作られて、この、まあ、もちろんレイマンレジェンドもこれで作られていると。
これね、ビータの画面見ると本当に立体的に見えてるんだよね。そうなんですよね。すごい綺麗なので、まあ、一応ですね、これあの残機の概念がないので、はい、あの何回お亡くなりになっても大丈夫です。あ、なるほどね、はい、で、あの結構細かくチェックポイントもあのあるので、例えばこういうとこ取って、うん、あ、行きたいと思っても、あ、間に合わないと思って死んじゃったら、うん、意外と結構近いところからもうここで絶対ダメな死に方ですよ、今のはね。まあそうです、破裂するパターンですね、うん、でも入り込まないとコインが取れない。そうなんです。でこういうものがやっぱりあの 100% に近づけるために必ず取っていってほしいものですね、はいはいはい、コレクタブルアイテムだったりはします、はい。でこういうですね、いろんな、まあ、これは普通に横スクロールで遊んでいくんですけれども、もちろんそのタッチパネルを使ったような遊び方ももちろんできますし、このアクセス使ってこの携帯を、携帯じゃないですよ、ビータを傾けて、レイマンを進めていったりとか、こういうこともできるようになって、おお、ちょ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 、結構強そうな敵がね。そうですね。で、まあ、普通にクリアするのもいいんですけど、こうやっていろんなところにですね、こうやってなんか、さっきの書いたやつ、はい、そうなんです。で、ここに実はこう秘密の抜け穴みたいなのがあって、その秘密の抜け穴に行くと、まあこうやって隠された面があって、さっきの倒す、あの助けたりできて、はいはいはい、左側にですね、今360って書いて、あ、見えるかな、今300、大丈夫、360かな、はい、って書いてある、今365になりましたね、はいはい。このポイントがですね、溜まっていくとまたいろんなものがアンロックできるっていう感じになるので、はい、ぜひこういうものをですね、よいしょ、どうやっていこうかな、うん、よいしょ、いけないんだ、いきます。で、ここまで行くとクリア、うん、なるほどね、はい。で、私こうやって結構頑張って、なんかいい感じでやってるように見えますけど、うん、これまあ1の3なんで、あ、はいはいはい、1面、まあ、はい、なので、あ、まあ、6とかになってくるんですね、まあ、とんでもないことになりますな、まあ、結構難易度が高いって言われていて有名なゲームなんですけども、そうですね、そうですね、アクションとしてはね、割とね、はい、なんですけど、うん、まあ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 、何百回死んでも大丈夫なんで、うん、まあ、死んで覚えてくれと、はい、いうところですかね、うん。で、私がただただプレイをしたって、まあ、別に面白くもなんともないし、いや面白かったよ今、いやいや面白くないし、もうちょっと口の端が切れそうで痛いんですけど、ちょっとカサカサなんですけど、ああ、だからそういうものをちょっとこうリップを塗りたかったりするので、ああ、ちょっと名人にプレイしていただこうかなと。え、リップ塗る間そうだね、つなぎでね、出て出て出て、ほんとかい、あら、あ、いや、いいけどさ、痛いでは、やりますか、うん、いい、友達のお友達は皆友達だ、で、ね、あ、チャーリーが、名前が落ちた、俺のチャーリー、まあ、俺はチャーリー、でもチャーリー名前なくたってさ、みんな分かってんじゃないの、あ、ここら辺、ありがとうございます、はい、こんな感じで、あれ、落ちてない、早くて、早くて、大丈夫、あ、Lボタンだっけ、走るの、大丈夫、そうジャンプは丸ですよ、丸ね、これね、はい、で、そこ敵ですんで、あ、落ちる、落ちる、止まらないんだ、そう、止まらないんです、あの走りながら、下手な女子かやだ、止まらない止まらない、止まらない、で、それ敵なのか、そう、で、こういって、あ、右でもいいですよ、直ダンス、嘘やろ、大変いいやつだ、これ、よいしょ、よいしょ、で、バツ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 、うん、ってなると、うん、なんかトーテムポール、はい、画面をタッチして、そうなんです、マーフィー交代だ、そう、なんかまあちょっとこんな飛ぶカエルみたいなのがキャラクターがいるんですけど、今回これはですね、画面をタップして、うん、今あそこの真ん中にいるなんか肌色、なんかこう肌の色がちょっとあまりよろしくない女の子がいるんですけど、はい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 、その女の子を先に進めるために、うん、まあ、画面をいろいろいじって、うん、オブジェクトを動かして先に進んでいきましょう、なるほどね、どこにいる、あ、いたいた、そうそうそう、まだほら、分かった分かった、右のね、右を右、右をして、よくできました、よくできました、そうそうそう、はい、お皿をね、よろしいよろしい、うん、お皿を、はい、具合がよろしい、具合がよろしい、はい、そうそうそう、はい、そうそう、左に持ってって、これ触って名人がやってるわけですね、そうです、触ってますね、なんか見えないけど、画面タッチして指でやんなきゃいけないですね、そうそう、指でやっていただいて、あぶ、あぶ、あぶ、で、上のなんかあのお鍋みたいなやつがクッションなんで、これをもうちょっと、もうちょっと、そう、上、もうちょっと、もうちょっと、右じゃね、右じゃね、どこ行くの、中行くの、何してんの、名人、名人、もう、もういけるでしょ、いける、いける、いける、
決め球はタッチすると、はいはいはい、あ、これ名人がタッチしてるわけですか。そうです、タッチしてます。で敵をタッチすると、うん、例えばちょっとひるんだりとか、まあ、はい、今トーテンポール上から下に、そうそうそう、敵をタップすると例えばちょっとなんかひるんだりとか、うん、ちょっとこう天使でさっきの黄色 の、 ポイントがもらえるような、うん、妖精、今このキノキラーで出てくるやつとかですね、うん、ああいうものがもらえたりするんで、 どこ行きたいの、 あれやりたい、ほら死んだじゃん、どう見ても意外がでしょ、嘘か、ねえじゃあ、 あれは 取れないやつでしょ、どう見てもそうだよね、ほらそんな名人が先に死んじゃうから、いっぱい死んじゃうからもうやめてくれって言われてますよ、もうもううんざりだってやめてやろうじゃん、もうちょっと見たかったな、その先な、もうちょっと見たかった、本当はクリアするとこまで見たいんですけど、意外と長いんですよね、長いですね、これアクションパズル的なものですかね、そうですよね、はい、でそれ触ったら、うん、えでもいっぱい触ってくるので、あはは、こしょばいこしょばいってほらほらほらって、これは完全にアクションパズル、そうですね、でまあそんな感じで、これぐらいかな、そうそうそう、こう来るとで、これをこう押さえて、やめられなくなっちゃった、そろそろ閉めろと言われてんだから、やめられなそろそろ閉めろと言われてから久しい、うん、レイマンレジェンドですが、まあ、もうこんなにやってる方の勝ちだよねいや私はどっちでもいいんですけどね、なんか向こうの方で、そうですね、すごいこうやって手を回す人が出てくるかもしれない、ここ難しい、これ上も下も頑張って、頑張って、あ、すごい、もうやばい、イライラしてる、イライラしてるけど、私関係ないし、あーって、あーいい、いいよこれ、あ、上上上上名人上手くなってきてるよ、これ、あ、いや、でも、ちょっと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 、いや、でも、左、いや、いや、そうそうそう、触って、そうそう、触ったら左なんですよね、これ、まあ、そんなこと、あ、まあ、とりあえずここでね、はい、ね、まあ、これ、ぐるぐる動かしたりもできるんですけどね、面白いね、あ、これをこうすんだ、そう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 、ほらほら、これ何のための箱だっつって、何のための箱だっつって、これ本体しか出てないよ、本体しか、あ、これタップするとね、まあね、そう、うん、タップするとね、ね、こう動く、動くんです、まあ、回しながら、はい、上下、じゃあお友達を紹介してもらえるかな、はい、ということで、はい、じゃあちょっと告知お願いします、はい、はい、来週の4月24日にですね、はい、発売する PS ビータの、レイマンレジェンド4800円プラス税になっておりますので、よろしくお願いします、これですね、はい、もう言われる前に持ってきましたから、本当に、はい、ありがとうございます、プレゼントします、あ、プレゼント、はい、 ありがとうございます、ぜひぜひ、じゃあプレゼントのお知らせは、エンディングでありがとうございます、やります、ということでメーカーさんいらっしゃい2でした。